先ほどからいろいろお話をしてますけれども、本日は、お寒い中ご来場いただきましてありがとうございます。和楽器ユニット響喜と申します。これから30分ほどの間ですけれども、お付き合いいただければと思っております。1曲目は秋田音頭という曲です。これ秋田県の民謡なんですけれども、まあ、民謡といえば伴奏はまあ大体三味線、尺八、太鼓、鐘、まあ、そんな感じですけれども、あえてうちはお琴だけの伴奏でやるというので秋田音頭やっております。まあ、ちなみにですね、今週の火曜日に私たち東京で民謡ソニックというイベントに出演させていただいたんですけれども、民謡ソニックと銘打たれているにもかかわらず、私たち秋田音頭をオープニングに、やらせていただきました。ちなみに11組参加の中でお琴が入ってたのは、まあ、うちだけでしたけれども、はい、そんな、民謡のアレンジもいろいろとこれからお届けしていきたいと思っております。